しで暮らしている少女はいつでも待っている
Thank you.
気を探し求めてみた。
まりカバーの気持ちを着着しすぎずに鮮やかにしてて、そこがすごい僕は、まあ、僕自身好んでるやり方ですし、いいかなと思う。まあ、要するにだから次で最後の曲なんだけど、その鮮やかにするためには鮮やかに抽出させないといけないと思うんですよ。だから次で最後だけど最後まで鮮やかに輝き続けたいと思います。ありがとう。次の最後の曲です。ありがとうございました。